2022-23 ヨギボーウィーリーグ第15節三菱重工浦和レッズレディース対野島ステラ神奈川相模原の一戦です。まずは裏のシーン、長いボール、大賀のシュート、ここクロスバー、一度セーブして島田から直本が抜け出します。直本光るドリブルで持ち上がって右足のシュート、直本光のゴール。前半5分でした、浦和が先制です。28分、浦和コーナーキックからヘッドでクリア、ここ一度野島ステラがかき出しますが、栗島、安藤、最後は清家が詰めていきました。30分です、浦和スローイン、ここヘッドで一度クリアしたんですが、菅沢ダイレクトで右足振っていきました。これで浦和追加点、栗島のスローインからでした。直本、菅沢、清家、そして最後菅沢、エースの追加点。33分、野島ステラ、こう中央から右サイドバックの出来村、切り返して中央、石田千尋が右足振っていきました。2試合連続先発となった出来村からアンカーの石田、ここ決定機でしたが枠の上。後半64分です、浦和柴田が収めて塩越クロス、最後は長島の右足ミドル、久野がここはセーブしました。塩越真横のクロスに途中投入の長島。87分です、浦和塩越ドリブルで持ち上がります。島田のシュート、久野のセーブ、西尾が打ってここも久野のセーブ。久野のセーブが光りました。塩越が持ち上がって、ここ島田左足のシュートでしたが、2度のセーブを久野が見せました。浦和対野島ステラのゲームは2対0で浦和が勝利しました。浦和8連勝です。